演立本観光四年は中国の唐の画家である。大僧に仕え、貴族ではあるが宮廷画家として活躍した。人物図、肖像画を得意とする。陽州万年県の出身。母は北州の第三代皇帝、武帝の娘の清戸公主。北州の第四代皇帝、先帝のおいで第五代皇帝制帝の重帝にあたる。父の縁は、 隋の煬帝に仕え、兄の縁立徳も、立本と同じく等の体操に仕え、橋梁の構築で移行があった。宮廷装飾というのは我がに限らず、宮中での冠服から車越しの設計、土木事業にまで渡っている。父は、技巧が巧みであり、この父の影響から、兄の縁立徳と弟の立本も早くより絵を、志した。文献から、 兄の縁立徳が線のみで描く白画を描いていたとされ、立本は低法師などの影響で人物画を好んだとされている。立本も科学をよく学び、政務に通じたことから、兄と同じ後部少将を経て、駐車苦労中まで登ったとされる。しかし、ある時体操から鳥の絵を所望され、自重らが遊ぶ宮中の池の傍らでうつぶして鳥の、 写生せざるを得なかったことを強く恥じ、子供に絵の習得を断念するように命じたとの逸話が残る。ことにがに才能が発揮され、武徳九年には体操に命ぜられて、旗府十八学志図を描き、著領画三を描いた。その他に、大海図、フレンズ、更新二十四人図などを描いたと伝えられる。歴代帝王図鑑は、前巻の章帝から、 隋の陽代までの歴代13人の皇帝を描いた図鑑として著名だが、北宋時代の模写であろうとされる。この時代の絵画の特徴は、王の権威を示す、社会機能が重視されたため、個性の表現は抑えられ、伝統的な絵画技法が取られた。立本の作品も細く力強い綿密な線が、連綿と続く、古来の描法である。この伝統的画法に対して、 当時、最期画派が台頭し始め、上祖、乙像などが新風を吹き込んだ。円立本の伝統的画法は、雪月ビラが継承した。ありがとうございます。